どうもラオチンです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はレベル上げ、そしてお金稼ぎとアーキタイプの経験値稼ぎ、このすべてを兼ね備えたものをやりたいと思います。今回ラストステージで行いますので、ラストステージちょっと見たくないなっていう方はここでお戻りください。さあそれではやっていきましょう。ちなみに私のレベル全キャラ99となっております。でさらに、アーキタイプのランクすべてマスターです。もう全キャラマスターまで、上げております。まあ結構時間はかかったんですけども、他の場所でやるよりも数倍早くここは終わりますので、絶対におすすめです。では早速いきましょう。ここがラストステージの入り口ですね。それでは場所まで移動しますね。でね、準備があります。まずパーティーが主人公だけにしてください。パーティーは主人公だけで、アーキタイプをウィザード系、マジシャンかウィザード、エレメンタルマスター、ウォーロック、まあ、この辺りにしてください。私はエレメンタルマスターで行ってますね。まあ、とにかく、場所まで移動します。最初のここのエリアをとにかく抜けましょう。まあ、そんなに長いところじゃないので速攻で抜けれると思います。まあ、そんなちょっと戦わずに行くね。戦わずに抜けちゃいます。まあ、ここでもちょっと戦っていけば、若干の経験値にはなるんですけども、全然戦わなくてもいいですね。 OK、 ちょっと待って。でこの先で、次のステージに飛べます。移動する。よし。で移動しました。もうすぐ近くですね。場所が近いっていうところがまあまあいいことではありますよね。 OK。 でここもちょっとうざいから倒していきましょう。でここです。地図を見るとこんな感じ。地図ではこの辺りになります。でまずこの人間を倒してください。でここのモンスターを呼ぶやつが、このね、歯のやつ、歯みたいなやつ、こいつしか呼びません。うん、他のところでもねできないかなーって思ったんですけども、他のところはね遠距離の敵を引き寄せるんですよね。なんでちょっとここでしかできないっぽいんですけども、ここはね連射コントローラーを使って、放置で倒すことができます。まあちょうどいい場所は、まあ、個人的にはここですね。ここモンスターを呼ぶ装置がこっち側にあって、でこっちが壁ですね。この壁側、ここにいてください。でここで電車コントローラーの、攻撃ボタンを、連打して押しっぱなしです。押しっぱなし機能があるやつが大体と思うんですけども、まあ、押しっぱなし機能がないやつであれば、まあ連打してそこに爪楊枝とか、あと輪ゴムとかね、そういうので固定してあげれば、いいかと思います。あとはもうここでね、敵がどん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 こっちに寄ってきてくれますので、倒すだけです。うん、待っとくだけで、待っとくだけだとちょっともったいないんですよね。20分ぐらいするとこのアイテム、英雄の高揚感、うん、これが99個たまりますので、まあ、20分に1回ぐらい開いてあげて、でアーキタイプのランクを上げていく、うん、まあ、それをずっと繰り返すだけですね。で多分ラストステージに来るときって、レベル70ぐらいだったと思うんですよ。ここに来るのレベル70で、70だとこのね親玉みたいなのがたまに出るのね、でかいやつが。そいつを、ワンパンで倒すことができないんですよ。なので
レベル99、あ、レベル90だね。レベル90からは、その親玉も倒せるようになりますので、ワンパンで。あ、こいつこいつ、あいつあいつ。うん。このワンパンで倒せない、レベル90以下、89以下か。の時には、手動で倒してあげてください。あいつ経験値むちゃくちゃ持ってるので、まあ、倒すと、まあ、2回に1回ぐらいはレベルが上がっていくと思いますので、まあ、それでやってください。まあ、それもね、ちょっとめんどくせえなっていう方は、アイテム使ってください。アイテムの、これ、必殺飯ですね。結構簡単に作ることができますので、この必殺飯を、あいつが出てきた時に食べて、ワンパンで倒してあげれば、まあ、うん、ワンパンで沈みますので、まあ、それで、どんどん倒し続けるっていうのもいいかと思います。うん、まあ、70ぐらいから、入ってすぐぐらいから、レベル90までは、ちょっとね、作業しなきゃいけないんですけども、一番上がりにくい、90から99の間っていうのは、もう放置です。もう連射コントローラーを、連打したまんま、ここで放置。もうそれだけで、99まで上がります。で、ただ、このゲーム2周目はレベルを引き継げません。なので、99まで上げる必要ないじゃんと思われるんですけども、お金とアーキタイプのランクは、引き継ぎますので、まあ、ぜひここでね、アーキタイプ、すべてマックスにするのは、多分ね、レベル96とか7とか、それぐらいにならないと、マックスならないと思うんですよ。うん、それぐらいあれ結構、経験値必要になるので、まあ、とにかく、ここで放置をして、稼いでみてください。まあ、お金マックスだと、商人とかめちゃくちゃ使いやすくなりますので、ぜひやってみてください。で、あのね、この主人公の向きを、向き、この向きによって、なんかね、敵が詰まったりする気がするんですよ。うん。敵がなんか動かなくなったりするのよ、その場から。で、あのね、個人的に思ったのが、この壁の方を、向く。で、さらにカメラも、この壁の方を向いてると、敵が引っかかることなくどんどんこっちに、ちゃんと向かってきてくれると思う。あのね、こっち敵の方をこう向いてやってるとなんか引っかかる。うん、これたまたまかもしれない。たまたまかもしれないですけども、こっち側で放置しとくと、まあ、3時間ぐらい放置しても全然敵が来てる状態だったので、まあ、一度こっち、後ろ側を向いて、試してみてください。まあ、こっちでするよりも、多分、敵は、引き寄せられると思いますので、やってみてください。はい。で、アーキタイプは必ず、ウィザード系にしてくださいね。他のアーキタイプだったらば、攻撃の時に、一歩動いてしまうので、放置ができません。なので、このウィザード系にして、その場で全体攻撃をするような感じですると、間違いないです。はい。ということで、まあ、他でもね、試しては見たんですけども、どうしても遠距離系が出て、できなかったんで、うん、このラストステージしてここでしかできないとは思うんですけども、うん、まあ、ここで簡単に上げれますので、はい、ぜひやってみてください。まあ、連射コントローラーはね必要になるんですけども、ぜひやってみてください。で、ちなみになんですけども、連射コントローラーはいいやつを選んでください。私連射コントローラーむちゃくちゃ買い替えてます。もう10個以上買い替えてて、あの、結局、堀製品がいいです。これ案件じゃない。案件じゃなしに、あの、堀製品が間違いないです。下手に海外製のやつとか使ってると、あのね、早かったらね、ほんと2週間以内ぐらいでぶっ壊れるからね。なので、もう、耐久力抜群の堀製品。うん、これが間違いないので、まあ、ちょっと高いんですけども、それを買うのをおすすめしておきます。はい。
ということで今日は、レベル上げそしてお金稼ぎと、アーキタイプの経験値稼ぎ全てがここに詰まっておりますのでぜひやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。